ただいまより第3回野口英世アフリカ賞授賞式を開式いたします。ムエンベ博士はコンゴ民主共和国において50年にわたり研究及び人材育成に傑出した勇気と知性、科学的厳密さを発揮されてまいりました。とりわけ1976年現在も続いておりますけれども、博士は自国に未知の病気が存在することを確認し、本当に危険な状況下で血液と組織サンプルを採集し、ベルギーに送り、ご自分でもこれがエボラウイルス であるということを確認され、エボラウイルスが発見されるに至ったという大後継者であります。次に、オマスワ先生の業績をご紹介いたします。オマスワ先生は、ロンドンで心臓外科医の職を務めておられました。しかし、その職を辞してアフリカに戻り、ウガンダに戻りましたが、その男の政情もあり、母国で臨床外科の能力開発に携われてきましたけれども、以来30年以上にわたり、その国だけではなく、アフリカ全体に保健人材の支援、育成およびその効率的な活用のための国際的なシステムの開発などにおいて、世界的なリーダーとなられました。続きまして、安倍晋三内閣総理大臣よりご挨拶を申し上げます。安倍総理、よろしくお願いいたします。両博士は果敢なフロンティア精神と人類愛を体現される、まさに野口英世アフリカ賞を受賞されるにふさわしい方々です。我が国は医学研究やユニバーサルヘルスカバレッジ推進等保健分野の取り組みにおいて国際社会をリードしてきました。そして日本政府は今回の TICAD7 でヘルスケア分野でアフリカ諸国が自ら保健産業の育成を促進できるようアフリカ健康構想を打ち出しました。私はこの賞を通じて野口英世博士の精神が世界に一層広がり、国際社会の資金と人材がアフリカにおける医学研究や保健対策に一層注がれることを願っていません。これまでは6年に一度この賞を受賞してきましたが、今後はこの考え方のもとに3年に一度野口英世アフリカ賞を受賞することにいたします。最後にムエンベ博士とオマスワ博士の偉大な功績に対して改めて心からの敬意と祝意を表し、私の質疑とさせていただきたいと思います。続きまして、第3回野口英世アフリカ賞受賞者への賞の贈呈を執り行います。はじめに医学研究分野受賞者はジャンジャック・ムエンベ・タムフム博士です。はじめに表彰状の授与です。続いてメダルが授与されます。
フランシス・ジャーバス・オマスワ博士です。続いてメダルが授与されます。アブドゥル・ファッターハ・エル・シーシ、エジプト・アラブ共和国大統領よりご祝辞を賜りたいと存じます。保健分野の優先的な必要性を見直します。その意味についてイニシアティブを日本に取っていただき、アフリカの医療関係者を表彰していただけることは大変に日本の支援の象徴となっているということを申し上げたいと思うわけであります。我々はこのような保健の分野におけます日本の協力を感謝しております。それでは受賞されましたお二人の栄誉をたたえ、西アフリカ起源の伝統的な打楽器であるジェンベ演奏でそのお祝いを盛大に奏でます。ただいまより第3回野口英世アフリカ賞記念晩餐会を開会いたします。記念晩餐会開会にあたり、天皇陛下より乾杯のご発声を賜ります。両博士の献身的なご研究とご活動に深く敬意を表します。ここに両博士のさらなるご活躍とその活動を支えてこられたご家族のご健勝を願い、合わせてアフリカ大陸に住むすべての人々の健康と幸せを祈り、皆様と共に拝を挙げたいと存じます。Do you all? A votre santé?天皇陛下より乾杯のご発声を賜りました。それではこれよりお食事のお時間とさせていただきます。どうぞ皆様ごゆっくりお食事をお楽しみください。それではこれより第3回野口英世アフリカ賞受賞者のお二人からご挨拶を頂戴いたします。野口英世博士に関する電気漫画を読んで、私は自分がまさに野口博士の弟子であると気づきました。死の忍耐、勤勉、勇気と眠り強さの精神は私にも備わっていました。野口博士が黄熱病の対策に南米やガーナに行かれたように、私も危険を顧みず自分の知識を必要とする他の国々に奉仕する準備ができていると感じています。そして私は世界保健機構の WHO の支援の下で、自国だけでなくガボンやコンゴ、
共和国でのエボラウイルス病の流行対策の調整を担いました。私は確かにリスクと犠牲に満ちた長いキャリアを歩んできました。しかし私にとって最も重要なことは、内外のパートナーとともにエボラウイルス病に関する新しい知見を生み出し、多くの人々の命を救えたことです。で、今日の世界において野口英世博士の精神を持つ人がもっと必要です。したがってこの賞は、僭越ながらあらゆる場所のすべての人々による行動を呼びかけるものであります。人間として生まれ持った思いやりの精神、これは生まれ持ってみんなが持っているものなんです。こういった連帯と結束の精神こそ今必要なんです。我々の人間としてこの精神を使って人間の公益に利するように自然を活用しましょう。このために野口先生は命を奪われたんです。この精神こそまさに持続的開発目標 SDG を達成するために必要であります。この野口英世博士の公益優先の精神を追い求め、また彼の任務を遂行するために、私の家族はやはりこの賞金の一部を公益のために献金することにしました。3年前に亡くなった娘フラデ・オマスワ博士を記念して一部を公益のために寄付したいと思っています。最後になりましたけれども、もう一度皆様に改めて感謝します。世界が UHC を達成しようと邁進する中で、野口英世こそが我々をこの旅路において導いてくれる道しるべとなるでしょう。ご清聴ありがとうございました。ここで会場の皆様には、津軽三味線奏者吾妻博道さんと、先ほどの受賞式典でオープニングを飾っていただきました辻本よしみさんによる和楽器の演奏をお楽しみいただきましょう。アフリカ賞記念晩餐会を終了いたします。